達人ちゃうかなっていうぐらいの、そのスタッフさんが、こう、後ろに映ってて、特にこう、放送作家の徳本さんって、あの、肩より上に上げてガッツポーズとかしないタイプの人間なんですけど、なんか、周五と写真撮ってる時めちゃくちゃ万歳してて、あ、こんなテンション上がってる徳本さん初めて見たわって思ってですね。で、 さっきね、試しに、同じ画角で、インカメラで、じゃあ、大石復帰して、写真撮ってみたらどうかなと思って、写真撮ってみたら、1ミリも上げてないやんって、<laughs> なんなん <laughs> あのー、僕の、えー、ツイッターの方にですね、比較の画像を上げさせていただいていますんでね、えー、先ほどツイートしまして、 えー、ぜひね、皆さんも、あの、見ていただきたいなというふうに思うんですけども、早速、あのー、ハッシュタグ、大石安ンでコメントが来ておりまして、かわいそう <laughs> おいかわいそうって言われてるぞ勘弁してくださいよ、本当に。ねいや、そんなことない、そんなことないじゃないよ全然そんなことありますからね。本当に。 なんか空気清浄機も動き始めるし、<laughs> かーって。これ大丈夫なん <laughs> 大石のヤンタンは帰ってきて、<laughs> 大丈夫やったんこれ。俺の席あるんこれ。大丈夫なの今週やらせてもらっていいんですかうん、えー。でもまあ、まあ、とにもガにもですよ。えー、先週集合本当にありがとうございました。えー、まあ、今日はですね、えー、元気に大石正義の声をお届けしていきたいなというふうに思います。それでは参りましょう。MBS ヤングタウン 改めましてこんばんはアニソン界のおしゃべりクソメガネごと大石正義ですさあこの番組はラジオトークでも生配信しておりますコメントも拾っていきますのでどんどんコメントください元気そうで何よりです <laughs> 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 そのコメントもなんかグサッとする <laughs> いやね、まあ、ま、受け手の問題か わ僕の問題。だから、それぐらい僕はヤンタン火曜日大好きですし、やっぱ、レギュラーとしてね、もう1年以上やらせてもらって、93回もやってるんですよ。やっぱ、大切な番組なんやなって、改めて思いました。で、あとね、もういろんな人たちに支えられて、この番組って成り立ってるんやなというふうに思いました。はい。 えー、ツイッターのコメントも拾っていきます。ハッシュタいしやんたんでつぶやいてみてください。よろしくお願いいたします。復活おめでとう。ありがとうございます。お帰り。ありがとうございます。嬉しいですね。ツイッターの皆さんだけは優しいな。<laughs> えー、メールアドレスは <laughs> わいきあとまかい ms1179.com <laughs> わきあとまかい ms1179.com までメールを送りください。あのー、ね、体調不良でお休みさせていただいたんですけど、えっと、コロナは、 やっぱならん方がいいね。うーん。やっぱちょっとしんどかったですね。まあ、五類になったとかね。いろいろこうコロナあけたんじゃないかみたいな雰囲気ありますけど、やっぱならないに越したことはないなと思って、えー、いますので、皆さんもね、あの体調管理、えー、気をつけていただければなというふうに思います。えー、ジャリンネーム、ナスビさんですね。横浜市の方、大石さん、こんじゃり、こんじゃり。 無事にヤンタン復帰おめでとうございます。ありがとうございます。え、代打で登場された修吾さんにも、またゲストとして大石ヤンタン出演していただきたいです。ですね。ゲストといえば20、2023夏ザテレビジョンにて、水曜担当 A ヤンタンのインタビューが掲載されていたのですが、佐野くんが以前、 大石さんが担当の火曜日にお邪魔させていただいた時には、まだヤンタン慣れしていなかったから、もう一度、佐野、小島の、えー、二人で、えー、大石さんとお話ししたいと言っていました。えぇ、ー、大石ヤンタンに佐野くんと小島くんゲスト、リベンジ会、ぜひ実現していただきたいです。いや、実現も何も僕、いつでもウェルカムですけどね。 最近なんかこうインスタイベントとかねライブとかやってたりするとあのよくメッセージいただくんですよその A グループからえ大石さんのことを知りましたとか A ヤンタン聞いて大石さんのことを知りましたみたいな方がえ結構来てくれてあの本当に佐野くんに似てるかどうか確認しに行きましたみたいな方もいらっしゃるぐらいですねえすごくこう親和性のあるで水曜日と火曜日のヤンタンいいね なんか合同企画とかしたいですけどね。なんかあの、回り回ってこないりちゃくんから連絡ありました。おいしさーんつって。はじ <laughs> <laughs> めまして。みたいな <laughs> 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 いやそういうのもあって、すごく嬉しいなというふうに思うんですけども。えンタンたんの輪ね、これからも広げていきたいなというふうに思います。えー、ジャリネーム、カナソンさんですね。え兵庫県西宮市の方です。えー、こんじゃりです。初めてメールします。えー、私がぜひ聞きたいのは、出張姫丼。 のお話です。30年来のスマップファンであり、20年来の大石くんファンの私としては、番組告知の写真で肩に腕を回してもらっている姿や、オープニングで川沿いを二人で、えー、歩く姿に夢じゃないよね、と思うぐらいニヤニヤしました。えー、番組内で、 5年前の豪雨災害の当時、えー、支援で、えー、木村拓也さんが来てたよと、えー、母親から電話があったというエピソードをお話ししてましたが、えー、木村さんに突っ込まれていましたね、えー。そんなお母様は今回の共演にどんな反応だったのでしょうか。また撮影中の裏話などあれば聞きたいですということなんですけれども、そうなんです。NHK 松山局の愛媛の中でしか放送されない NHK にですね、木村拓也さん、 え、来られてまして。で、僕も、その、宇和島市出身のシンガーソングライターいうこと、ということで、え、お呼ばれしまして。なんで、あの、木村さんとの、あの、初めての共演だったんですけども、まあ、ビッグニュースですよね。その愛媛県民からすると、本当に、愛媛に木村拓哉さんが来られるっていうこと自体が、もう、ね、もう稀というか、 えー、姫県民にとっては本当嬉しいなという感じだったんですけども、なぜこの、えっ、ー、と、共演に至ったかと言いますとですね、その出張姫丼っていう番組で、あのー、西日本豪雨から5年経ちましたねということで、まあ復興に向けて、えー、いろいろ動きがありますよっていうのをお伝えする、まあそんな、あのー、特集が組まれたんですね。で、えー、木村拓哉さん実はその5年前に、えー、西日本、 豪雨の時に、えー、災害があった、その、えー、被災地に行って、で、炊き出しとかを、えー、まあその、木村さんが組んだ、あの、炊き出しチームがあって、そのチームで、えー、行っていたらしいんですね、お忍びで。で、まあその、そこの、その被災地が愛媛県の宇和島市というところで、で、僕の出身の場所なんですけども、まあそれこそね、もう、宇和島市の人たちは、 木村さんが、宇和島に来たらしいよ、ってお忍びで、すごいことだよね、炊き出しして、ボランティアもしてくれてるんだよ、みたいなことで、あの、すごく元気をいただいたんですよね。で、まあ、そのこともあったので、えー、今回、その特集を組むっていうことで、松山局の方から、えー、お声掛けして、で、オファーをしたところ、快楽していただいたということでですね、木村さんの出演が、 実現したということな、だったんですけども。まあ、僕も宇和島出身ということで出させていただいて。あと、ティモンディさんね。ええー、まあ、愛媛出身の芸人さんですけども。えー、一緒に、え出演させていただいたんですが、うちの母親はね、ねすごいいったですね。はい。スマホ落としてました <laughs> うそ <laughs> んうそんみたいな <laughs> ガチャンガチャンつって <laughs> うんすごいびっくりしてましたね木村さんと一緒なんだよということでであとあのーまあ、番宣みたいなのがね流れるわけですよその愛媛県内で、えー、被災地を木村さんが巡るとかで大石も歌ってますみたいなでそれを見てあのー、お友達からめちゃくちゃ LINE が来たらしくって すごい鼻が高いよ、みたいなラインは、ね、オンエアの時に、えー、来たりしましたけども、あのー、木村さんね、めちゃくちゃやっぱかっこよかったっす。うん、僕あのー、憧れの人なんですよ。あの、ご本人にもお話しさせていただいたんですけど、僕あのー、エクスプローラー1っていう時計をしてまして、で、ちょっとね、あの、値が張る時計なんですけど、で、木村さんが、その、ラブジェネとか、 確かヒーローかなとかのドラマでも、あの、つけてはって、それをずっとね、学生時代に見てて、憧れて、いつか買いたいなと思って、頑張ってお金貯めて買ったんですよ。で、エクスプローラー1実は木村さんに憧れて買ったんすよ、みたいな。えそうなのいいじゃんみたいな。良きみたいなの。<laughs> かっこいい <laughs> あかっこいい <laughs> あーん、かっこいいってなってましたけどね。いや、ただね、ちょっとあの、一個だけね、番組側に、あの、物申したいことがあって、このメールでもあるんですけど、あの、この番組出張姫丼のオープニングがあるんですよ。オープニング。で、その台本をね、読み合わせみたいな感じで、そのディレクターさんと僕で読み合わせをしてたんです。打ち合わせみたいな感じで。で、で、 大石さん、オープニングですって。えー、オープニング、まずは、あのー、川沿いを、えっ、ー、とー、大石さんと木村さんで、ツーショットから入りますって。やめてください。<laughs> <laughs> 多分耐えられないです。<laughs> 絵的に多分耐えられないんで。<laughs> えー、スーパースターと、上島出身のシンガーソングライターって、ちょっと、結構 結構大変なことになると思いますよ、みたいな感じで。でまあ、その、アナウンサーさんも一緒だったりもしたんですけども。それで結構、なんか、あのー、一悶着あったりとかして。<laughs> でも、あの、木村さんはもう本当にお話もちゃんと振ってくれて、あのー、楽しくね、えー、収録も終えたんですけども。なんか、えー、すごい僕感じたのが、まあ、裏話っちゃあ裏話だと思うんですけど、な木村さん、 は、県外からね、要はその東京から愛媛に来られてるにもかかわらず、すごいホスピタリティがある方だなと思ったんですよね。その収録全部において、気遣いが半端ないというか、例えばその収録のスタジオというか、まあ現場が、あの、普段はレストラン経営してるようなところを、まあその被災地、 だったので、まあ、そこで収録をしたんですけど、その日もすごく暑くて、で、室内もめちゃくちゃ、あのー、暑かったんですよね。で、まあ、ちょっと雑音が入っちゃうからっていうので、その収録中は冷房を切ったりとかしてたんですまあ仕方なくだったんですけど、でもあまりにも、まあ、暑くて、で、それで、あのー、木村さんが気ぃ使ってくれて、暑くないみたいな。ちょっと、あのー、 カメラ止まるごとにレボつけてもらおうかみたいな感じで提案していただいてそんなことまでしていただけるのと思いましたはい好き <laughs> <laughs> 好きってなったうんあと話したいこと山のようにあるんですけどああともう一個そのホスピタリティを感じたのはその みんなで収録をしているんだ。これはチームなんだっていうね。その一日だけのロケだとしても、みんなで一緒にいい番組を作ろうっていう、なんかその、えー、気持ちが多分すごく強い方なんですよね。で、やっぱ僕からするとてか、まあ、みんなからすると本当大スターなわけじゃないですか。日本を代表する。にもかかわらず、その、よくその番組終わった後に番宣撮るじゃないですか。 でえー、木村さんまずそのソロショットで番宣撮って「木村さんお疲れ様でした」と。で続いて「大、え、石、ー、撮ります」「ティモンディーさん撮ります」みたいな感じでその順番に撮っていくんですけどそのまあその収録現場が楽屋とちょっと離れてたんですよね場所がね。でまあその飛行機の時間とかもあるしこうすぐにねその「木村さん帰らはるかな?」 自分のそののそソロの収録終わったらでも本当に最後の最後まで残っていただいてで大石のそのソロのそのコメント撮りとかティモンディさんのコメント撮りとかもうあとそのインサート撮りとかも全部付き合っていただいてそれで「お疲れ様でした」「はいお疲れ」みたいなかっこよすぎんねえ そこまで残って、そこまで番組のことを考えていただけるんだ、ね。この一期一会を大事にする感じっていうの、ちょっと、かっこよすぎましたね。うんー、でも、帰ってきてすぐハウルの動く城見ました。 帰って愛媛から帰ってすぐハウルの動し見ましたソこいいんだからもうでもやっぱその何て言うんでしょうかその現場で好かれるタレントさんっていらっしゃるじゃないですかでやっぱこう長くやら,やられてる方とか日本一をずっとキープされてる方とかもうそういう方ってもう往々にしてやっぱその 現場作りがうまいっていうか、環境作りが素晴らしいですし、スタッフにも共演者にも好かれますよね。本当に、あの、そういう意味でもスターなんだなと思いました。素敵な収録でした。はい。いやー木村さんの真似しましたかいや、しないです。<laughs> <laughs> 真似は、さすがにしないですよ。さすがにしない。いや、もうだからさ、もうなんかみんなさ、 あの、ツイッターとかで僕あげるじゃないですか。例えばそのね、あのー、木村さんにこう、肩を組まれて、それで写真を撮っていただいて、それでその写真をね、あのー、番組の番宣としてツイッターにあげたりとかすると、もうみんな結構その、ふざけてリプライしてくるじゃないですか。もうその簿記に俺反応できへんから。ね、<laughs> 待てよとかって言われても俺は反応できへんからさ。ね。 もう気,を気をつけましょうね本当に誰が見てるか分かんないからね <laughs> はいえー、というわけでですね、えー、この後また、えー、ちょっとフリーライブの話とかもしたいと思うんですけども、えー、ここで一曲お届けしたいなというふうに思いますテレビアニメ「勇者が死んだ」オープニング主題歌になってます大石正義死んだ 直す飲んで直すす用途で選べる「イボコロリ」シリーズ横山製薬あれ何でなんですかねあのホテルに泊まって大浴場行って部屋に戻る時絶対僕のスリッパないんですよほんで寝る時浴衣をちゃんと着て寝てんのに朝起きたら裸で帯だけいやでもそれでもやっぱり温泉行きたいんですけどどこ行ったらいいですか「ホテルニューアアジ」浜村淳です 面倒が見られないお仏壇どうしようとお悩みの皆さんご安心をお墓の社が仏壇じまい始めましたお問い合わせは01「0120‐140‐846」「石は社へ」殿「殿我が社の名前が知られていません」 なんじゃとこうなったら、ラジオで我が社のことを広く轟かせましょうぞ。それじゃ、その手じゃ。ラジオ CM なら、MBS 企画にお任せを。MBS 企画で検索じゃ。 大石正史のヤングタウン MBS ラジオからお送りしておりますけども、メールが来ております。ジャリーネーム、キミーさん。東大阪市の方ですね。大石さん、こんばんは。初メールです。ありがとうございます。えー、アベノキューズモールのフリーライブに参加しました。えー、キューズモールでフリーライブをちょこちょこやってるのは知ってましたが、大石さんが来るなら、と、初参加しました。いや、熱かったですね。みんなの熱量も熱かった。 生大石さんを初めて拝見しました。感激でした。楽しすぎました。いつものラジオのノリのトークで、どこに行っても大石さんは大石さんなんだなと思いました。こう褒めてんの <laughs> サイン会にも参加して、間近で見た生大石さんは映像等で拝見するよりも可愛らしかったです。生の圧倒的なパワーを浴びて、ますますファンになりました。今度はライブにも参加したいです。ありがとうございます。えー、土曜日ですかね、先週の。 え、アベノキューズモールで、えー、インスタイベントさせていただいたんですけども、あの、キューズモールにね、行った方は、あの、ご存知だと思うんですが、ちょっとあの、野外でね、野外のステージになってまして、で、一応そのステージの上には屋根はあるものの、客席はもう、 吹き抜けになってて、えー、で、まあ、その日はもう最高気温が30度超えの、えー、かなり猛暑日だったので、もう皆さんもね、あのー、頑張って見ていただいたんですけども、僕も僕で結構、大変で、あの、実は一曲削ったんですよ。本当はミニライブ3曲、あ、4曲やる予定だったんですけど、あまりにも暑すぎて一曲削ったんです 削らざるを得なかったみたいな感じだったんですけど、まあそれぐらいちょっと暑くって。っていうのも、あの、本当は6月の頭にこのイベントをやる予定だったんですけど、あのー、先月ね、あの、アベノキューズモールで予定してた大石のフリーライブが、あのー、まあ、雨で、大雨で新幹線が止まってしまって大阪に行けなくてですね、延期になったので、で、1ヶ月半経って、えー、先週土曜日に、 アベノキューズモールでやるってなって、もう、気温、バカ熱くなってて、夏場の野外はやっぱね、きついっすね。しかも、あのー、キューズモールに、えー、1500人ぐらい集まってて、なんでやねん <laughs> なんでやねんやったかじゃないのよ用意しやってるわじゃないのよ 本当に。これはキューズモールの、安倍のキューズモールの支配人というか、そう、イベント、えー、スタッフの方が、公式で言ってましたから。いや、1500人ぐらい集まってましたね、と。これで、あと100人くらい集まったら多分もう中止にさるを得ないぐらいでしたよ。みたいな感じで。 1500。<laughs> <laughs> 集まって。まあ、人数も多かったので、まあ、その人口密度が高くなると、やっぱね、気温もど、どんどん上がっていくっていうので、いや、結構大変ではあったんですけども、もう本当ね、皆さんのご協力のおかげで、えー、誰一人、あの、体調悪くなることもなく、えー、楽しく、うん、やりましたね。えー、その時はね、やっぱ人気者やな、俺って思ったりするんですよ。まあ、だ、なんせね。そんな、 安倍のキューズモールにたくさん人がいてるし、なんか、エゴサーチとかしてると、安倍のキューズモールにこんな人が集まったの初めて見た、みたいな。その、キューズモールの店員さんのツイートとかがあったりするんですよ。うん。その、昼休み中とかにね。あ、なんか人数多いなと思ったら、大石正義さん来てたんや、みたいな。そりゃそうやわ。もうめっちゃ鼻高くなったりとかして。 ありがとう。人気者やんけ、俺。とかって思って、思ってたんですけど、サイン会終わるじゃないですか。で、僕、その次の日がファンクラブイベントだったんですよ。で、ファンクラブイベントで、その、まあ、夏っぽい格好したいなと思って、ステージの上で。浴衣をね、阿部のキューズモールの中に買いに行ったんですよ。もうサイン会終わって、本当物ものの10分ぐらい。 ちょっと人段落してからすぐにあの、キューズモール内に行って、スタッフも2人ぐらい連れて、あの、すいません、剥がしお願いします、みたいな感じで、ちょっと、さっと浴衣買ってくるんで、もう、気分はスーパースターですよ。さっ <laughs> と浴衣買ってくるんで、もしなんかちょっと、あの、ファンの子来たら、ちょっと剥がしてもらっていいですかみたいな感じで。 浴衣買いいに行くじゃないですかしかも浴衣のお店も何ていうのいわゆるこうあの普段は店舗じゃないけどもなんか通路のところにその季節に応じてよくこう売り場になる場所あるじゃないですかオープンスペースのもう目立つ目立つ <laughs> ねただでさえで多いし行く1人も声かけないん、ね、<laughs> 1 <laughs> 一人もバレへん何なん,なん みんなは何を見てんの <laughs> ?1500 人はどこに散ったの ?5 分、10分で。あと、1500人は俺の何を見てメガネしか見てないの。ん <laughs> なのあ <laughs> あれな、なんでなんですかね本当に声かけら、みんな気使ってんのかななんか、声かけちゃまずいかなみたいな感じで。思って、えー、浴衣買いに行くとは思えへんやんと。 えーいうコメント流れてますね。ありがとうございます。メガネが本体だから仕方ないっていうコメントも流れてますね。<laughs> <laughs> いやー、そうなんですよね。だからもう、なんか、やっぱ、あれですね。あのー、木村さんにはなれないね。い木村さん歩いたらやっぱもう、本当にもう道行く人みんなを振り返るですけどね。もう多いし、うどこにいても振り返らない。<laughs> あ、でもなんか、そうだ、その、ね、散々ね、そのファンの方にも、大石さん普段オーラないですね、とか、結構、下げ済まされたりとかするんです。なんでファンやねんとかって、<laughs> ね、そういうツッコミしながらね、SNS 上でこう、やり取りしたりとかするんですけども、帰りの新幹線でね、帰りの新幹線、え、なんか、50代ぐらいのサラリーマンの男性の方に、声かけられたんですよ。 で、あの、もしかして、アーティストの方ですかって言われて。あ、そうなんですって。あ、すいません、あの、あ僕、勉強不足で、あの、どなたっていうのはわかんないんですけども、すっごいオーラがあって、思わず声かけてしまいましたって。俺に。<laughs> メガネ外してる俺に。本当に。<laughs> 本当に。え、それでね、気分いいやん。<laughs> めっちゃ気分良くなって。で、その男性の方は聞いてくるわけですよ。何ていう名前でやられてるんですかって。あ、えっと、カタカナで、大石正義って言います。大で、伸ばし棒で石正義です。つって。 もう新幹線の車両中に響くような大声で、大石正義って言いますって言って。で、わざわざ調べてくれはって。ほんなら、あの、3分後ぐらいにまたお声がけいただいて、その男性から、大石さんってめちゃくちゃ有名な方じゃないですかって言って。え、どうしたんですかって。うちの息子が知ってましたよって。気持ちいい。 それからもうなんか SNS とかあと YouTube とか結構見てくれたみたいでで新大阪から僕乗ったんですけどでその男性の方は名古屋で降りたんですよね、まあ、1時間弱ぐらいですかねで結構その僕のことをこう調べてくれたみたいで黙ってで帰り際に「ユニバースいいとこですね僕好きです」っつって。

そう、アベノキューズモールで、えー、ライブさせていただいたときに、あのー、まあ、ファンの方がね、たくさん集まっていたっていう話させていただきましたけど、その、ファンの方、それだけたくさん集まったら、やっぱこう、個性的なファンの方もね、いらっしゃってですね。で、特にこう、アニオタの文化って、やっぱその、一般の方から見ると、なんか、不思議に見えたりとか、わ、オリジナリティあるなーって思えたりとか、まあ、あと、ちょっと、 くすっとね、笑っちゃったりとか、いわゆる、オタゲーっていうやつですかね。うん、テレビとかでも見たことあると思いますが、皆さん。あのー、僕のファンの方の中にも、いわゆるアニオタっていう方がいらっしゃって、で、オタゲーをね、してる方もいらっしゃるんですよ、中には。で、最近流行ってるのか流行ってないのかわかんないんですけど、斜め揺れオタクっていうのが、いてまして。 ま、どんな感じかっていうと、両手を、まず、鶴の形にします。ルっていうか、まあ、く、えー、手首をパッて折った状態ね。で、右手を、右斜め上に、その状態から。で、左手を、左斜め下に、持っていって、で、右上に、そして左下に、っていう、こう、斜めに、揺れるっていう、のが、一部、 熱狂的なオタクのファンの間で流行ってるらしくて、これ斜め揺れオタクって言うらしいんですけど、見た感じ、めっちゃキモいんすよ。<laughs> <laughs> いや、ごめん、もうあの、包み隠さず言うと。いや、でも、あの、てか、多分その、なんて言うんでしょうか。えっと、それも狙ってのことだと思うんです。だからまあ、本当は、ステージの、 上の人間が反応しちゃダメなタイプのオタクなのかもしれないです。もしかしたら。ね。あの、ともすれば、こう演出の妨げになったりだとか、客席でこう厄介になっちゃったりとかするようなタイプなのかもしれないですけど、まあ、いかんせんフリーライブですし、あと大石まさよしのライブは割と自由だったりとかするので、あの、斜め揺れオタクがいたら僕ちょっとやっぱ笑っちゃったんですよ、ステージの上でね。で、あの、その笑っ ってる僕に反応して、うちのスタッフさんがね、レーベルのスタッフさんが、そのオタクの子を後ろから動画撮ったんですよ。これはなんか面白いぞと。また大石正義のお客さんで、こうオリジナリティを発揮してる人がおるわっていうのでそう、まあ、スタッフですから、うちの。うん、動画撮って。で、まあ、それを SNS に 上げさせていただいたただんですよ一応ねその,あのサイン会に来てるオタクの子なんであのこういう動画があるんだけどちょっとこれあげてもいい ?SNS に。で一応許可も取ってでそのオタクの子の横にいたえ子、ー、連れの、えー、親子がいててお母さんと子供がいててで子供をお母さんが肩車をしてる状態で,でその子供がね 七め揺れオタクのことを見て、ものすごい怪幻な顔をしてるんですよ。またその感じがすごく良くって。で、その親子にも、ちょっと SNS にアップすることになっても大丈夫ですかこれっていうことで許可もいただいて。で、あと、その、本来なら、えー、撮影禁止ですよっていう場所なんですよ。その、まあ、ライブ中はね。で、 その撮影禁止っていう、まあ、張り紙みたいなものがあ,のある状態だったんですけどまあうちのスタッフが撮ってるし、まあ、こちら側の,あの話だったりもするので全然あの、まあ、大丈夫だよということで僕の SNS に斜め揺れオタクの子をね上げさせていただいただほんならやっぱ珍しいじゃないですかそういう動きをする人って。 ね、その、客席で。だから、まあ、いわゆるこう、バズったんですよ。えー、一日で350万再生、行って、その動画が。で、一日でそんだけ回ると、やっぱその、アニオタ以外の方とかも、まあ、興味本位で見たりとか、あと、大石正義のこと全く知らない方とかも、見たりするわけですよ。そしたらもうね、 もう、すごいな。リプライとか、この、なんていうの。まあ、軽く炎上みたいになっちゃって。で、何が炎上したかっていうと、撮影禁止って書いてるやんけ。っていうのが一番大きな、あの、ご意見だったんです。で、 もちろん、うちのファンのこととか、ことかね、あのー、スタッフが撮ってるっていうの分かってるし、で、僕がステージで歌ってるって、ステ、ステージで歌ってる本人が上げてるっていうのも分かってるんで、全然そんな意見はないんですけど、やっぱ僕のこと知らない人とかがしたら、大石正義っていうなんか黄色いアイコンの素人が、勝手に後ろから動画撮って撮影禁止って書いてるにもかかわらず、上げ、 ってるわみたいな感じで、おめえ日本語読めねえのかよみたいな、結構強い国で責められたりとかして、なんか、ちょっとね、SNS、えぐいね。<laughs> <laughs> <laughs> いやもうこうなってくると SNS ってやっぱ怖いなーってちょっと思いましたね。なんかその、結局それって、 僕ら側からすると文脈を読んでいただいたらねあの分かることだったりするわけですよその黄色いアイコンを少しでもクリックしていただいてあこれは本人がやってんねやあげてんねやって思ったら別にあスタッフとかが取ってもちろん許可を得た上でやってんのかなっていうのがちゃんと文脈で分かるようにはなってるんですけどでもそれがやっぱもうあの ね、表面しか見てないからっていうので、まあ、それもわからんでもないんですけど。ほいでなんかね、あのー、まあ、うちのファンの方だったりとか、大石のことを知ってくれてる方とかが、そういう撮影禁止って書いてるやんけ、日本語読まれへんのかいな、みたいな感じのアカウントに、リプライで、いや、これご本人なんですけど、みたいな。もう地獄。<laughs> <laughs> 地獄よ。<laughs> こうやってなんか争いって、 生まれてくるんやなって。でもね、ちょっとよくよく考えてみたらよ、その、撮影金して書いてるやんけって言ってる人は別にアベノキューズモールの何者でもきっとないと思うし、あと、大石のスタッフなわけでもないじゃないですか。しかも匿名でね。なんか、その正義感って、完全に気持ちよくなるために振りかざしてる正義感の、 ような。要は、あらを探して、それで指摘して自分が気持ちよくなるみたいな。いや、あれはちょっと取り合ったらダメなやつだなっていうふうに思って、でも、あと思ったのが、まあ僕は別になんか全然いいんですけど SN、SNS って別にそんなもんだなっていうふうに思ってるんで全然いいんですけど、ただ、気をつけなきゃいけないなと思ったのは、自分はそうならないどこって。うーん、なんか、 段落的にね、こう、パって表面を見て、なんか自分の正義感でもって、ぶん殴りに行くみたいなことは、自分はしたくないし、あと、うちのファンの子にもしてほしくないなっていうふうに思った。まあそういう気づきがあったね。えー、そんなプチ炎上、経験させていただきました。もうね、こういう時はね、正義と正義のぶつかり合いだったりとかするからね。 もう、こういうとき、声を大にして言いたいのは、ガンダムを見ろ。ね。ガンダム見たら、だいたいなんか、正義と正義のぶつかり合いじゃないですか。あんなもん。ね。どっち、どちらかにはどちらかの言い分があったりとかするわけでね。えー、ガンダム見たら、もう少しだけ優しくなれるかもしれないですね。 というわけでここでお届けいたしたいことお届けしたいと思いますテレビアニメ「機動戦士ガンダム水星の魔女」オープニング主題歌「夜遊び祝福連続クイズ検索ド回 o って,5回言って検索ドーン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  あなたの店舗の集客数ドーンと上げるのは検索ドーン正解検索ドーンで検索,検索ご存知ですか歯磨き前の新習慣歯ブラシの前にまずは歯間ブラシで歯の隙間汚れをかき出すことが大切ですこれからは歯間ブラシをしてから歯を磨くのが当たり前歯磨きの前の新習慣 歯間ブラシはデンタルプロ食の雑誌天から手帳関西のとっておきのお店を探すならこの一冊おいしいお店はもちろんさらにクッキング食材旅行など食に関するさまざまな情報を厳選してお届けします美味しい大人の食マガジン天から手帳好評発売中大阪京都兵庫和歌山の j c o m リアで MBS ラジオがテレビで消える。 12チャンネルの「JCOM」テレビに合わせてリモコンの d ボタンを押し「MBS ラジオ」を選ぶだけクリアなステレオ音声が簡単無料で楽しめます詳しくは MBS ラジオのホームページをご覧ください 大石正義のヤングタウン MBS ラジオからお送りしておりますけども、ここでコーナーに参りましょう。最初のコーナーは、色メガネですえ。このコーナーは、大石のトレードマークメガネにちなんで、砂利がかけているかもしれない色メガネ、すなわち偏見を送ってもらい、僕が色メガネかどうか判断していきたいと思います。今週もメールたくさん来てます。ありがとうございます。え、砂利ネーム、スーパーウルトラフライさん、神戸市の方、色メガネ。 他人の会話を泥棒する奴は、買っただけで満足して読んでない本が家に10冊以上ある。ちょっとわかる気がする。まあ、例えば教科書を買っただけで勉強した気になっちゃうとか。ね。他人の話で盛り上がって自分がめちゃくちゃおもろいやつみたいになっちゃってるっていうやつ 別に悪くないですけどね。僕は、それ否定はしないですけど、たまにね、自分が空っぽだなって思う時ないですかで僕ね、あの、MC とかさせていただくじゃないですか。で、なんかこう、番組とかで回させていただいたりしてる時は、なんかこう、言っちゃえば人のふんどしで、 番組作ららせてもらってもっるとか楽しい時間を演出させていただいてるっていう状態だと思うんですさっきのあの斜め揺れオタクだってそうですよねなんかオタクの子の面白い踊りで僕がなんか楽しい風に一応エスコートしてるっていう感じなんだけどいざ自分がこう答える立場になったりすると例えばインタビューサインは B ってどんな感じで書いたんですかとかって聞かれた時になんかか。 空っぽな自分もいてるんですよ。怖って思うんですけど。要はなんか MC 回しすぎちゃってると、MC の仕事ばっかりしちゃってると、なんかどんどん中身がない人間になっていくじゃないですけど、空っぽに思えて、あ、かんかんかんってなる時があるから気をつけてる。うん。人のふんどしで相撲取るときは、ちゃんと人のふんどしで今相撲を取ってんだぞっていう意識でいるように、 してますじゃないとなんかいざ自分にコメント求められたりとかまあ例えばひな壇とかね座らせていただいた時とかに「俺コメントうっす!」みたいな <laughs> 時あるし「ポテンヒット!」みたいな <laughs> <laughs> とかあるからもう気をつけようって思ってますね。うん、いい話ですね。<laughs> <laughs> <laughs> 次回のネーも込めまして。えー、砂利ネーム、ちみじゃなきゃダメだこりゃさん。堺市の方、色眼鏡。先日爆誕した、新進気鋭の SNS、スレッズの投稿にこそ、その人隣が現れる。え、どういうことスレッズってあれですよね、メタですよね。えー、Facebook とか、Instagram とかのメタが、まあ、Twitter っぽい。 テキストの SNS を作ろうと。まあ最近ツイッターのね、あの、不具合が結構目立ってきたりとか、あとなんかこう、課金要素が増えてきちゃったりもしたので、なんか別のプラットフォームないかっていうので、その、狙いを済ましたかのようにメタがスレッツっていうのをね、出してきたわけですけども、カードをね。僕やってないんですよ。やったことないんですよ。でもあれなんですよね。え、あの、ツイッターに比べると、 こう、記入欄が多いって言いますよね。例えば名前と、あと年齢とか、まあなんか、そういう、えっと、自分の、プロフィール欄の記入が多いとか、あと、インスタと連動してるとか、ね。だから、ツイッター民は結構インスタが、例えば、用途するならば、ツイッターはいいんだから、なんかその、 あくまでその、スレッズって、やっぱインスタに依存してるところが多いから結構、そっちにはいけないよね、っていう意見は聞きますけどね。だから僕やってないんですよ、スレッズ。でも有名人の方とか、こぞって、あれですよね、アカウントを作りましたよね。だからヒカキンさんあたりが作った時に、 ああ、なんか風向きがいよいよそっちに変わったんかなっていうふうに思ったは思いましたけど、でも実際、まだそんなに流行ってるっていうわけじゃ、ないですよね。あ、インスタやってたら、すぐに登録完了できるんですか。うん。大石さんはツイッターにいて欲しいです。<laughs> 誰がいいんやねん <laughs>。誰がいいんやねん。ほんま。 頑張ってインスタも上げとるわ <laughs>、ね、ストーリーとかうんでもどうなんでしょうね僕ツイッターがね一瞬使えなくなったりとか読み込みができなくなって API の制限がうんぬんかんぬんってなった時はさすがになんか考えましたけどねちょっと別のプラットフォーム考えなきゃいけないかなって、まあ、結構やっぱツイッターがあのー、宣伝媒体になってたりとかあとまあ例えばね「アベノキューズモールでインスタイベントやりますよ」っていう告知が。 そこでできたりとかするっていう大事な、あのー、ツールだったりとかもするんで、まあ別のとこでもやるべきなのかなと思ったりはしましたけどね。実際どうなんでしょう人となりが出るんでしょうかねわからない。やってみようかな。えー、ジャリネーム工作員の広さ。色眼鏡。吹奏楽部の男子。出されたてのマックシェイク溶かさずに飲める。<laughs> 吸引力 <laughs> <laughs> あるあると思うよ <laughs> 俺も強いよ吸引力伊達にボーカリストやってないからえ <laughs> 最初のかい時のシェイクから飲めるよプラスチックやったらね <laughs> ストローが <laughs> いやでもこれすげえわかるわまっ、あ マックシェイクなね、マックシェイクでも紙ストローなの何なのまだ言う。<laughs> もうもうええか。もう肩凝るわ。もうこの話やめよう。もうストローの話やめよう。マックシェイクとかの話題ももうやめよう。<laughs> すぐストローの、紙ストローの話になるから。僕は。あかん。あかん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 ね。こないだ、 ススターバックスで、あのー、新作のなんちゃらあのイチゴフロートみたいなんがあって頼んだんすよちゃんとプラスチックのストローでしたわしかも少し太めのやつやるねスターバックス <laughs> え <laughs> さあというわけで続いていきますか えー、新コーナー案が来ております。高槻市の方え、ジャリネーム、アンチョビポテトさん、大石さんこんばんは、こんばんは。一つ言わせてください。暑い、暑すぎます。このまま夏を乗り切れる気がしません。そこで、せめてラジオでひんやり涼しくなるために、大石さんも大好きな心霊、階段のコーナーを作りませんかただ、ガチの階段だと大石さんが機嫌を損ねるかもしれないので、リスナーの失敗談、やらかしエピソードを階段風に読み上げるのはいかがでしょうか ほら、こんな風に。これは、先週のことです。仕事ができないことで、社内でも有名な私は、もはや業務をほとんど振られず、ひがな、オンライン会議をするふりをして、ラジオや音楽を聴いていました。そんな折、珍しく上司にお願いされて、会議の資料をコピーしていました。 さすがの私でも一つや二つぐらい手慣れたもの舐めてもらっちゃ困ると意気揚々とコピー機に向かいましたその時ですガダンガチャピー突然コピー機が止まりましたよく見てみるとその原因は私だ ホッチキスをつけたまま、書類の束をコピーに入れていました。このポンコツ具合、お分かりいただけただろうか。<laughs> よう、この SE あったな。さすがラジオ局の人間やで。よう、SE あったな。びっくりしたわ。急に読み始めたこの階段風な話で。 <laughs> そこを褒めたいわ俺は <laughs> 面白いっすねすいませんなんかあの私だーのところでねラジオの前で驚いた方々本当にすみませんでした、まあ、階段風に読めということだったんでねいやでもいいんじゃないですか夏場限りのワンねこのシーズン限定の階段風な失敗談階段失敗談お待ちしております <laughs> 引き続き、各コーナーへのお便りや、新たなコーナーもお待ちしてます。ワイキアとマーク M. B. S. 一一七九ドットコムまで、メールを送りくだ。さい。続いてはこちらのコーナーです。大石とお話。 このコーナーはシンガーソングライター、アニソン歌手、映像プロデューサー、俳優、司会者、推しの友達、ツイッター芸人などなど、無数の肩書きを持つ大石間選手が、さらに芸の幅を広げるべく、毎回ある分野の専門家をゲストにお招きして、エキスパートのお仕事の流儀を学んでいくコーナーです。では、今夜のゲストをお呼びいたしましょう。アニソンシンガー、マイダリンさんです。ドリフ 大出身の2,3人がマイテリンですよろしくお願いしますさわディーさわ、サワディーカハ,ハーなんだあ、あの女の子はさわディーカあの男の人はさわディクラップ サワディクラ。サワディクラ。サワディクラ。あ、鳥海。はい。はい。よろしくお願いします。タイ出身なんです。出身よね。そうですね。でもめちゃくちゃ日本語喋れてますね。まだ勉強中なんですけど。いやなんかそんな感じしない。日本語の発音すごい上手です。ああ本当ですか嬉しい。日本に来て何年ぐらいになりますか。えっと一年間くらいになりました。え。 一、はい、年です。そんな日本語って簡単なんいやいや、めっちゃ難しいです。<laughs> 日本語は本当に。いや、でもあの、うん、私、昔からアニメ好きだったので、タイにいた時にも日本語を勉強しました。うんうん、ああなるほどね。はい、そタイにいる時に、その、YouTube とかでね、 あげてたんですよね、ねアニソンとかも。はい、僕見たことありますもんだ。え、本当ですか。はい、嬉しいグレンゲとか。お、ありがとうございます。いいよ、めちゃくちゃお上手な人おるわって。いやいやなんか、ちゃんとその日本語の発音を、あのー、しっかりして。る、歌だなって思ったんで。んんか日本語学校とか行ってたのかなって思ったんですけど、<ー>独学ですか。そう、あのー、自分で。 あの本を買ったり勉強しました。すごい、それどんな本なの？えっとみんなにほみんなの日本語っていう本みんなの日本語。<laughs> はい。あ,あタイ語でみんなの日本語って書いてるんですか？そうですね、文法とか、うん、あの言葉とかなんか、うん、あのチャプターずつ。 どんどん難しくなるって感じですね。へえー。4号があってはいその本から勉強しました。なんか日本の例えば英語の教科書だったら、うん、中学校1年生の時に This is a p e n とか<ー> This is a book とか。 おおよそ英語で使えへんようなことを習わされたりとかするんですけどみんなの日本語はどんな感じだったんですかチャプター1はそうですねみんなの日本語チャプター1番チャプターンはひらがなですねあいうえをとかそして文法ははのわのこと例えば私はマイダリンですっていわゆるこう副詞というかそうですねそうですねもっと難しくになるとに <に>ああなるほど。<の>英語で言う、はいうアットとかなんかそういうのを習っていくっていうか学んでいくっていう感じなんだ。そうなんです、ねえーそう。タイ語と日本語って結構違うと思うんですけど、はい、なんか似てる箇所ってあったりするんですか？全くないです。<laughs> <laughs> 全くないです。<laughs> 例えばね中国だったら日本の漢字とちょっと似て。はい っていうところがあったりとかあ<ー>まあタイ語だったらもしかしたらこう発音がちょっと似てるようなうあと文法が似てたりとかそういうのとかはないんですか全くないですね全くない文法は 半分、あ、反対反対あ、じゃあ、英語方式なんだ。そうですね、そうですね。私はご飯を食べるのは、ご飯は私を食べるって感じですね。は逆になっちゃう。逆になっちゃう。えじゃあもう一から全部勉強しなきゃいけないんだ。そうですね。大変だったんじゃないですか。でもその時アニメ大好きだったので、アニメ、 のどかに話してることをわかりたかったので、はい、なんか一生懸命勉強しました。やっぱそうですか。はい、やっぱ日本語を学ぶっていうだけじゃなくて、うん、そのアニメのことを知りたいから、このアニメを日本語で、うん。 見たいからっていうので勉強したっていうそうですねそれは何のあのランクエッ e でもそういう方法が一番早いと思いますエンターテインメントから勉強がめちゃくちゃいい格言が出ましたね今格言って言うんですこういうの格言って何ですかえっとねことわざって知ってることわざとかあことわざはいあレッスンパワーワード みたいな感じすごい強い言葉ありがとうございます,います <laughs> 格言いやだから言葉を習習っていくっていくうあと日本のことわざでね「好きこそものの上手なれ」っていうんですけど、うん、その好きなものはやっぱすごく吸収が早いとかそう,、ね、そういう意味のことわざがあるんですけどもそれと。うんはい 一緒ですよね、そんな感じですよね。そうですね。すねはあ、あの逆に聞きたいんですけど。はい。日本語で、めちゃくちゃ難しかったなっていうのって。ありますか、はい、何か。ありますよ。えー、日本語で、なんて言うか、わからないですけど、えー、でも、タイ語で。圧巻とさかん。で。は言うんですけど、はい、例えば。圧巻、はい、あかんさかん。あの、じゃ、全然難しい。あ、あの、例えば、うん、ドアを。 オープンを言うときに、英語ならオープンだけあるんじゃないですか。日本語なら、あげるとかもある。あ開くとかもある。<laughs> それは、every r なんか何のワーブも2個あるっていう、がとはあがとに、わに、うん、にとが。 と、が顔ですよね。それ一番難しいと思います。めっちゃくちゃ迷っドアを開けるとか、ドアが開くとか。そうです。それは迷ってます。私え全然わからない。そっか壊すと壊れるとか、あれは、はい、難しいです。本当に。漢字もめちゃくちゃ難しい。漢字は難しいでしょ。です。今ね、手元に台本があるんです。ここ、台本ね。はい。 えー、これ、読めるんですか全く読めないです。<laughs> 全く読めない。あ、でも、あの、うん、簡単な漢字。例えば、うん、あの、えー、これ、毎回、毎回とかうほうほう、出身とか、なんか、よく、出身ねよ。よく見える漢字は、うん、あの、読めるけど、<ー>なんか、これとか、 あ、これとか。登録者数とかわからへん。ね、はい。はあ<ー>。それは、あ、逆に私知りたいですね。日本人って、いつから勉強ですか感この、こういう難しい感じ。難しい感じは、でも、中学校入ってからですかね。小学校ええ。うん、小学校の頃は、まあ、なんか、簡単な感じはあります小学校も感じ、あるあるある。<ー>あ,りあります、あります。まず、でも、一番最初に学ぶ。 覚える漢字は自分の名前なんですよえ、えー、僕の場合だったら大きい石でビッグストーンなんですけど大きな石 <laughs> でその大,大きいっていう字を習ったりとか石っていう字を習ったりとかする、えー、ですけどだから一番身近なものから学んでいくっていう感じ、はい、ですけどでもねそれこそまだ1年ぐらいで 出身とか読めるってすごいっすよ。あいやいやじゃうーん、はい、でも漢字を読むとか私諦諦めめました、うん、いやいや諦め話すだけでい <laughs> こうかなと思っていやでもね話せたらねコミュニケーションできたら全然日本にいられるし楽しいですしねあ、そうですね、はい、でも例えばなんですけど、はい、そのまあおしゃれなカフェとかに行って <laughs> これ美味しそうだけど頼めないなこのメニューとかないですか あのたまにあるんですけど、うんうん、でものあの頼る頼むときにこれくださいって感じで、ね、ああ、一番いいですね。<laughs> はい、これくださいって感じ。うん、なんかあの注文を間違えたりとかはしないですか。うん、僕一回<ー>僕全然英語は喋れないんですけど、ニューヨークマンハッタン行ったときに、はい、そのスターバック。 でえっとカフェラテを頼んだらあのジンジャーラテが出てきて多分僕いたずらにあったんだと思うんですけど店員さんのわからないですけど冗談ですけどでもジンジャーラテが出てきてあそこでないっていうことですかそうカフェラテじゃなかったんですよちゃんと頼めなかったみたいなのがあってこれこれってやってもん 出てこなかっったた時があったんですすよあそうででね、あ、でも私もスターバックで失敗したエピソードもあります。うん、えー、何ですか何ですかあの、スターバックで、うん、えー、アイスコーヒーホットを注文しちゃいました。アイスコーヒーホットい、というエピソードも。ぐにゃぐにゃやね。<laughs> そうですね。あの、スタッフさんは、うん、え <laughs> めちゃくちゃ可愛いエピソード持ってるじゃない。<laughs> そういうことか。何なのそれ、でも多分日本人でもやるよ。あ、ほんとあ、<laughs> かよかった。だってアイスもホットも英語やしな。<laughs> えー、まぁ、あ、えっ、ー、とー、ちょっとね。えーはい ダ谷さんの話をたくさん聞いていきたいなというふうに思うんですけどもそのタイにいた時からアニメが好きだったっていうことなんですがどんなアニメを見てたんですか子供の頃は子供の頃はデデジジモモンンとそうですねそれもきっかけで「無限大な夢の大好きですよ」「嬉しいこれアニソンで繋がの嬉しいね歌ったらすぐ反応してくれる」「大好きですよ」 バージョンもありますよこの曲。タイ語バージョンもあんの？はい。一貫反対耳 one thousand。格いい。はい。私の時代の子供はみんなデジモン大好きです。ええ。バタフライはなんて言うんですかタイ語で？バタフライあの曲のタイトルはそのままバタフライなんですけど、でも翻訳したらピースア。ピースア。ピースア。はい。 え、なんかかわいいね。ピあ<ー>、なんかピスアス。ピスア。はい、ピスア。ピスア。はい、ピスア。はい ぴっそうあすごいぴったり、えー、やった <laughs> すごいえー、嬉しいえタイ語習おうかな <laughs> あっぜひぜひ <laughs> えデジモンが大好きだったんだはいデジモンが大好きですじゃあそのバタフライとかも耳で聞いて覚えて歌ってみてみたいな感じだったんですかそうですね最初はえー、タイ語バージョンで歌ったんですけどでも日本語バージョンもあるんだってあのお兄ちゃんは教えてもらって<ー>日本語バージョンも聞こうかなと思ってあかっこいいと 思いました。えー、なので日本語バージョンもあの練習してみました。しあの素朴な疑問なんですけど、はい、そのタイで日本のアニメが放送されるときは、うん、日本語の声が出てるの？<あ>それとも字幕とかあのタイ語で別の、うん あの、声優さんが出てたりするんですかテレビなら、あの、タイの振りかけ、吹き替え吹き替え。で、放送ですけど、でも今はアプリとかもあるじゃないですか。それでは、あの、選べ、選びます。あ選べ、選べます。え、ちなみにマイドリンさんは、どれで見るんですかやっぱ日本語で見るんですかえっと、子供の時に太鼓、バーソン、見てたんですけど、でも、太鼓バージョンないのアニメもあるじゃないですか。あるある。それで、あの、 いつも日本語バージョンで見ました。タイの字幕もついてるんですけど。あ、そうなんだ。はい、やっぱそういう方もいらっしゃいますよね。そうですね。逆に私は日本語の方が好き。日本語はなんかオリジナルの感じ。ああ、いや、ちょっとわかる。そうですね。だから、日本語の場合、なんか、タイ、タイ人の、えー、 ボイエクターさんもとても素敵と思うんですけど、でもオリジナルの雰囲気も分かりたいので、<う>いつも、そうですね、日本いや、分かる。だ二つ楽しめるっていうね、逆にね。ねはい、僕もあのー、アメリカのテキサスにライブしに行った時に、はい、なんかその打ち上げパーティーみたいなのがあ,、はい、あ,あって、現地の方と。はい、で、そこで、あのー、現地のアメリカの声優さんとかと話したんだけど、うんはい、その人、すごい人 だったのよ。<ー>その、ブリーチの黒崎一護<ー>のボイスアクター。そう、アメリカのね。はいはいはい。え、英語バージョンの。英語バージョン。えー、すごい。俺一護なんだって言われて。ん<ー>うん。え、すごいじゃないですか。<ー>いや、俺もすげえけど、あいつもすげえよって言われて、指刺したのが、あいつクリリンだよって <laughs> <laughs> えあ、あの人クリリンなんすか、えー、つって。<laughs> す,ご<い>すごいねって。うんうん、ね。わ、ね、かんないもんね、ボイスアクター。 こう見た目だけだとね、特に海外だとね。うん。でも日本の声優さんがあの吹き込んだオリジナルのアニメーションもやっぱ楽しみとして見たいっていうことですよね。素敵な話。はいうん、えー、それから大学生からアニソンカバー動画を中心に YouTuber として活動をスタートしたということなんですけども、はいね、大学の時から YouTube にアニソンを上げ始めた。 っていうこと。はい、そうですね。最初は何をあげたんでしたっけ？その時はあの同じ趣味がを持っている友達があんまりいなくて、そういうあのこの曲が好き、姉さんが好きっていう気持ちを誰かとシェアしたくて、この YouTube をあの作りました。はい。最初はそのカバーの動画っていうのは、あの例えばグレンゲとかだと。 後ろのアンサンブルは別の人が当ててるじゃないオリジナルじゃなかったりとかするじゃないですかあそうですね友達です最初は一人で作ったんですけどうん、うん、でもどんどんこのチャンネルを作って友達、うん、あのカメラマンさんとかミュ、うん、ージシャンさんも<ー>あのそのチャンネルのおかげで出会ってそれを一緒になんか。 このチャンネルを作るって感じですね。いや、チームで。チーム、はい、ま、あの、マイデリンチャンネルのチームチームがいてて。はい。じゃあ、みんなカメラもできるし、楽器もできる人がいるし、あ、あの、カメラマンはカメラマンだけ。そして、あの、あの、グレンケの中のお兄ちゃんは、あの、いつも。お兄ちゃんって言っちゃってるけど。お兄ちゃんは、お兄ちゃんはいつも、え、アレンジしてくれる。ます。そして、たまに、あの、YouTube の中で、例えば海外の人。 とかしましまた、えー、とっても楽しかったですその時だからチャンネルを開設して、うん、アニソンのカバーを出して仲間たちが増えていくわけじゃないですか、はい、でもなんかこうあの再生数がすごい伸び始めた時とかもあるわけじゃないですか<あ>、ね、伸び始める伸び、えー、と再生数がたくさん、えー、と回るような動画がいっぱい<ー>、えー、再生されるようになって。 だと手応えというか、はい、いわゆるこう日本語英語で言うとバズるとかっていうんかたくさんの人に聞いてもらえてるな YouTube 上げることでっていうのであっとヴァイあの, <Pardon? S 2> <laughs> イあのアップしていっぱい見てもらう、うん、あいっぱいそれそれ,それ,それ <laughs> っていうのをなんかあの感じ始めたのっていつぐらいだったんですか、えー え、あったかな私のチャンネルは、なんか少しずつビューアップした,った感じかなビューアップ。なんかどん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 、最初はそんなにみなあの、多くないですけど、うん、でもあどんどんアップして、どんどん見つけられてもらって。うんうん って感じへえ<ー>、はい、全世界にファンの方がいらっしゃるわけですよねそうですね世界中いろんな人から YouTube ってアナリティクスでこういろいろ見れるじゃないですかどこの国の人がどういうふうに聞いてもらってるかみたいなのって最初はタイの人が多かったけど、うん、最近はタイの人は何かセンテージはなんか。 在差さき下げて、なんももっと日本の方とあの世界中の方も増えてました。だってもう今や110万人超えてるんでしょ？は登録者数が YouTube のすごいですね。金の盾ですもんね。金の盾？ゴールド。あゴールはいゴールはいそうですねあれ盾ってなんていうの英語で？ 英語って何だっけトロフィー。あ、トロフィーそうですね。すごい、私も私も。ゴールドトロフィー。トロフィーはい。イエーね持ってるんですよね、もちろんね。持ってます。あの、タイルの家で。あ、タイルの家に置いてるんですかはい、そうですね。へぇー。やっぱ嬉しかったです、その100万人超えた瞬間って。めちゃくちゃ嬉しいですね。へぇー。でも、アニソンのカバーばっかりだったわけですよね。そう、そうですね。デビューするの前には、あの、 あの全部あのほとんどアニソンカバーですけど、で,ね、でも日本の人気の曲、うん、レモンとかも、うん、あの、うん、たまにカバーしました。でもやっぱアニメソングは世界中の人たちにすごく手応えがあるというか、うん、あのレスポンスがたくさん来る感じですか。うんうんうん、そうですね。アニメってに、うん、あのみんな世界中の皆さんが大好きなので、うん、それのおかげであのいろんな。 国からの人も私のことを知ってもらうようになりましたんか日本のアニソンシンガーの人と会ったりとかしましたああの大石さんとかはい今えあのカバーの時え俺俺そうそうそう俺今会ってますけどいや俺俺以外といやびっくりしたカバーカバーする時あじゃ僕カバーじゃなくてお会いする直接お会いするみたいなああのデビューしたあとにんかたまにあの えー、イベントでとかあ,あったりしました、はい、あったりしました、えー、やっぱ僕もすねカバーしていただいてるんですよね僕の曲とかもねすいませんありがとうございますいや、はい、嬉しいですえどうです本人に会っていや <laughs> 本当にイケメンです、うん、やめそうやめ ずっとファン、ファンガーモードは落ち着いたけど、そういう言い聞かれたら、サワディーコサワディーいや、言うてる場合かよってね。いや、すいません。ありがとうございます。私は、あの、2019年の兄様も行ったんですけど。僕出てたやつですかええ、いや、に。大、あの。ちょっと待って、2019年っていうことは、まだタイに住んでる時だよね。 その時はたまに日本に行たりとかしてたんあそうですねはいその時はめちゃくちゃ感動しました僕のステージも見ていただいて待って大石さんのステージを待ちましたえ僕僕あ目的でもあったんだ僕を見ようって思ってたってことそうです私ユニオン大好きだからあユニオンが好きなの 来週も再来週も来てもらいますあ、やったえー、でもまだね、そのマイダリンさんとアニソンイベントとかで僕ご一緒させていただいてないんでね。そうですね。今後ね、もうそれこそアニ様とか、いろんな場所でご一緒できたら。できるように頑張ります。思いますけどね。で、2020年11月に日本でアーティストデビュー。夢が叶ったということなんですけども、これアーティストデビューは、 そのアニソンだったんでしたっけ？アニソンですね。はいあの。神たちに拾われた男のエンディングテーマ、ルラスノスっていう曲です。はい。日本でアニソンシンガーとしてね、うん、活動し始めて、今まではカバーだったわけですけども、うん、自分自身がアニソンシンガーになるってなると、うん、またちょっとなんか心の持ち方が違うと思うんですけど、うん、モチベーションとかが、うんうん、どうですか？いやでもあのデビューすることができた時にめちゃくちゃ、うん。 あのハッピーなんかう、あのー、嬉しかったけどでもなんかそれで終わりではないので、うん、今はなんか新しい世界に転生してるみたいな感じだからいろいろアニソンの世界に「Explore」って日本語なんだっけ 旅したい。旅してる。はい。っていう、あの、マイセットを。いや、素敵。なんか、いいマインドですね、やっぱね。だって、いろんな国でイベントやってるんですよね。そうですね。今まで行った国ってどんなとこがあるんですかえっと、マレーシアとか、フィリピンとか、アメリカ。はい。はい、行ったりしました。あサウジアラビアも行きまた。サウジアラビア。はい。いいな本当に、アニさんのおかげで、なんか、いっぱいの、 なんか経験をもらうようになって本当にアニソンありがたいなと思って全力返したいって感じ。なるほど。メール来てますよ。お<っ>。ジャリネーム地獄から舞い戻ってきたゼロさん痛み氏の方です。お <っ S 2>、えー。今日ゲストでもある、えー、マイダリンさんは、えー、今月から。 放送開始されたウルトラマンブレイザーのエンディング曲を歌っていますが大石さんも5年前にウルトラマンルームのオープニングを歌っておりウルトラマンの主題歌歌った者同士としての話をいろいろ聞きたいですお<ー>タイって、はい、特撮文化ってあるのかウルトラマンって知ってましたみんな知ってます、ね、みんな知ってるんだはいえー、<あ>嬉しい特に私のあの時代の子供うん、うん、ウルトラマンはなんか初めてのヒーローみたい だだったんです日本と一緒だねそれはねえなんかウルトラマンにもいろんな種類があるじゃないですか、はい、一番最初の頃に見てたウルトラマンとか、うん、その覚えてるウルトラマンっていますタイで見てた時に。私はあの、うん、名前とかあの覚えてね覚えないですけど<は>でも、うん、オリジナル,ルウルトラマンと思います。 ああ、一番最初のウルトラマンあのママも。ママママも。なかなか、なかなかウルトラマンのママって言わへんけどね。ね、母ね。ウルトラの母。あ、ウルトラのママね。ウルトラのパパね。なかなかおれへんけどね、そういうこと言うのは。でも、ウルトラマン、ウルトラ母、ウルトラの父。父、母。あ、じゃあそういうオリジナル。オリジナル。うで 昭和のウルトラマンっていうんだよ、うん、我々的にはその平成とか昭和とかっていう、うん、あのこっちの言語というか年号があるんだけど、うん、それで言うとその平成ウルトラマン昭和ウルトラマンって昭和のウルトラマン、うん、昔のウルトラマン、うん から見てたっていうことですね。そうですね。幼稚園で見てたんです。うん、これ僕ウルトラマンの主題歌歌ってて、はい、いろいろねそのイベントとかウルトラマンのイベントとか出させていただいたりしてるんですけどう、はい、どうですかマイダニさんは今出てたりとかするんですか。私はブレイサーの、うん、あのなんだっけ日本語えっと発表発表会発表会の時にはいはい記者会見とかそういうですね、はい、あの。 で撮ってはい歌お歌わせていただきましたこれからどんどん増えていくと思いますよそういうなんかこういろんな全国行ったりとかウルトラマンと一緒にあの自分の歌を歌ってる時にウルトラマンがみんなこうアクションしたりとかあのそのイベントでなんかすごいウルトラマンのファン本当に温かいなと思ってなその日 私めちゃくちゃゃく緊張してたんです初めてウルトラマンのファンに出会う日うん、うん、だからあの前の日に全然寝れなかったすごい怖くて緊張してなるほど、うん、でもステージにあの立ってみんなすごいなんかデビュー誌とか声出してくれてなんか本当に温かいなと思ってそれは僕日本人としても誇らしいです。 うん、どこ行ってもウルトラのファンって、うん、みんな,なんかこう家族みたいにね,ですよね扱ったしてくすからだからこれからねどんどんいろんなところ行くと思いますしあとお子さんの前でねあのちっちゃいお友達の前で歌うことも増えてくると思うんでまたちょっとね心持ちが変わるかもしれないですね。いいですよねこれれはは楽ししみににています、えー、これからはウルトラマーのファン 会いたいです。ね。もっともっと。はい。というわけで、そんな、えー、特撮ドラマ、ウルトラマンブレーザーの前期エンディングテーマ、ブラックスターが入ったシングルが7月の22日にリリース。うん、まだそうなんです。リリースされてないんですもんね。そうですね。まだリリースされてないです。あ、でも MV がリリースしました。あ なるほどね、はい。私のチャンネルであ,あの見ることができますので、ミュージックビデオはね、はい、YouTube で見れるということなんです。ぜひ検索していただけたらというふうに思います。で、このシングルの内容なんですけれども、うん、僕手元にあるんですが、めちゃくちゃねジャケットもなんていうの、キラびやかというか、うピカピカしてて可愛いですね。<laughs> あ,あ、実はこのジャケットは、うん、あの色とか、うん、なんかブレイサーのコンセプトを。 ととリングしていますかなるほど、なるほど。と、ブレイサーの赤、青の色とか。めちゃくちゃコンセプチュアルというか素敵ですね。ありがとうございます。1曲目はブラックスター、そのウルトラマンブレイザーの前期エンディングテーマが入ってるんですけども、2曲目はハッピーライフ。そして3曲目はキャンドゥこれグランロデオさんのキャンドゥですよね。そうですね。はい、私ん。 イングリッシュバージョン。イングリッシュバージョン。はい。めちゃくちゃかっこよさそう。うん、私は、あの、自分で、はいえー、英語歌詞を、あの、作りました。あ訳したんだ。あ、はい。ええ、そんなこともできんの、えー。あ、あの、勉強中ですけど、頑張ってます。<laughs> ええー、今度、僕の曲もやってほしいわ。あ、あの。 まだ勉強ですけどあっ時間が来てしまいましたけども <laughs>、えー、大石とお話のコーナーではあなたが話を聞いてみたい専門家のリクエストもお待ちしておりますこちらも YKEA と MAKEMBS1179.com までメールをお送りくださいここで曲おかけするんですけども、うん、なんとマイダリンさんにはですねエンディングの弾き語りのコーナーにも残っていただいて <laughs>、はい、一緒に ユニオンをセッションしたいなと思うんですけど。やったーいいんですかこれ。<laughs> いいですか私は、いい、いいですかいや、もちろんです。こんな私。<laughs> いやいやいや、こんな僕でいいんであれば。いや、うん、そう、そう、そんなことないだ。というわけで、はいえー、この後も残っていただきたいというふうに思います。うん、まずは、ここで一曲お届けしたいと思います。曲紹介じゃあ、お願いします。はい、それでは聞いてください。ウルトラマンブレイザー、前期エンディングテーマ、マイダリンでブラックスター。 楽しみにしています。えー、これからはウルトラマンのファンに会いたいです。ね、もっともっと。はい。というわけで、そんな特撮、えー、ドラマ、ウルトラマンブレーザーの前期エンディングテーマ、ブラックスターが入ったシングルが7月の22日にリリース。うん、まだそうなんです。リリースされてないんですもんね。そうですね。まだリリースされないです。あ、でも MV がリリースしました。あ なるほどね。私のチャンネルで、あの見ることができますのでミュージックビデオはね、YouTube で見れるということなんで、ぜひ検索していただけたらというふうに思います。で、このシングルの内容なんですけども、僕手元にあるんですが、めちゃくちゃ。ね、ジャケットも、なんていう、きらびやかというか、ピカピカしてて、可愛いですね。あ、実はこのジャケットは、あの色とか、なんかブレイサーのコンセプト。 と、あのリングしています。ダイ大門とか。なるほど、なるほど。と、ブレイさんの赤。と青。の色とか。めちゃくちゃコンセプチュアルというか、素敵ですね。ありがとうございます。一曲目はブラックスター、そのウルトラマンブレイザーの前期エンディングテーマが入ってるんですけども。二曲目はハッピーライフ。え、そして、三曲目はキャンドゥ。これグランロディオさんのキャンドゥですよね。そうですね。はい、私。これも。うん。 イングリッシュバージョン。イングリッシュバージョン、じゃイ、はい。めちゃくちゃかっこよさそう。うん、私は、あの、自分で、え、はい、英語歌詞を、あの、作りました。訳したんだ。あ、はい。へえ、ー、そんなこともできんの、うん、あ、あの、勉強中ですけど、頑張ってます。<laughs> へえ、ー、今度僕の曲もやってほしいわ。あ、あの、 まだ勉強中ですあっ時間が来てしまいましたけども「<laughs> えー、大石とお話」のコーナーではあなたが話を聞いてみたい専門家のリクエストもお待ちしておりますこちらも YKEA と MBS1179.com までメールをお送りくださいここで曲おかけするんですけども、うん、なんとマイダリンさんにはですねエンディングの弾き語りのコーナーにも残っていただいて <laughs>、はい、一緒に ユニオンをセッションしたいなと思うんですけどやったーい,いいんですかこれ。<laughs> いいですか私はいい、いいですかいや、もちろんです。こんな私。<laughs> いやいやいや、こんな僕でいいんであれば。いや、ほんとに、そういうことじゃななっというわけで <laughs>、はいえー、この後も残っていただきたいというふうに思います。<laughs> まずは、ここで一曲お届けしたいと思います。曲紹介じゃあ、お願いします。はい、それでは聞いてください。ウルトラマンブレイザー、前期エンディングテーマ、マイダリンでブラックスター。